この量を大阪から東京まで持って帰ってこれたって信じられます？ゴミちゃーん。どうも皆さんこんにちは、フジピコです。今回はですね、7月2日3日大阪南港 ATC ホールで開催されました大阪レプタイルズフィーバーでの宣伝紹介をしていきたいと思います。はい、ということでね、はい、もう3日ぶり4日ぶりかにね、お家の方に帰ってきてね、ゴミちゃんとね、ちょっと触れ合いながらね、はい、ちょっと今回のね、大阪レプタイルズフィーバーでの、はい、宣伝紹介していきたいと思います。ゴミちゃんパパやで、忘れてなかったか俺のこと。じゃあ早速見ていただきましょう。それではご覧ください、どうぞ。あ、うんこした。はい、ということで今回もね、2日間とも、はい、こちらね、オレザさんの方でお手伝いとしてね、おむつちゃんと参加させていただきました。いや、イベント全体としてはね、すごい ATC ホール広くてね、めちゃくちゃ見やすい会場だったと思います。あとはね、ご家族連れが多かった印象ですね。お子さんがたくさん来てくださいました。はい、じゃあまずね、早速いただき物からじゃあ紹介していきたいと思います。まずはね、はい、じゃあこちら、はい、この紙袋に入ってるのは、あ、これは、あ、また前回めちゃめちゃうまかったやつ、これ男梅のね、バリバリ職人の海苔のやつとね、あ、辛サバっていうね、はい、僕がね、この激辛にハマってるということでね、はい、あとは、そう、おつまみ系ですね、缶詰系が、あ、カキスモークだったりとかね、うわ、これはいいですね、マグロ酒とアンチョビね、はい、今回ちょっと最近日本酒にハマってるということでね、ちょうどいいやつをいただきました。あとね、これそう、いただいたのがね、今回もね、フグーズさんっていうね、ブースでね、出展されてた、ピンクマウスのバッジとね、これシールですね、ステッカー。はい、セットで。あとはですね、あ、こちらはまた別の方からなんですけれども、はい、これもね、またフグーズさんのね、ステッカーに貼られたやつですね、中は。あ、ありがてえ、アマゾンギフト券1000円分いただきました。これでまたね、ちょっと用品をね、何かしら購入させていただこうと思います。はい、じゃあこちらの紙袋いきましょうかね。ニンニクマンっていう、これもお酒のおつまみ系ですね。これは絶対ビールに合うやつ。一味唐辛子プレッツェル。あ、京都限定ということでね、辛いやつ。はい、あと、あ、これね、そう、シャツミスト。これ涼しいやつね。これそうや、使うの忘れてた。会場めちゃめちゃ暑かったんでね、これとね、このギャッツビーのね、ペーパー。これまた次回持っていってね、次次回絶対使わさせていただきます。はい、あとはね、あ、こちらね、バロンドールやったかな、なんか結構有名なんで、すごい有名なんで、ポッキーのお菓子らしいんです。これもね、お子さんからいただきました。あ、俺の大好きなチョコレート部門ナンバーワンのね、ガルボ、はい、3色セットいただきました。あ、これもね、カービィのね、袋に入った、はい、あ、これ猫のね、サンダルと、はい、あと猫のお手玉ね、はい、これはちょっと嫁ピコにあげといてくださいということでね、いただきました。お預かりしたんで後で渡しておきますわ。はい、では続いては、あ、これもね、お菓子ですかね。うん、あ、ごめんちゃん、ごめんな、うるさいか俺、大丈夫？あ、違うわ、お菓子っぽいと思ってたけど、あ、入浴剤か、うわ、ありがてえ。あ、あとはね、これお手紙ね、はい、お手紙類はね、僕がこっそりね、ゆっくり一人で見させていただきますね。はい、では続いて、すごい黄緑の、いい色やなこれ、俺の一番好きな色、黄緑。あ、お、そうか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 、これ、あ、京都のね、おかき、おかきのセットですね。すごいおしゃれなパッケージに入ったやつ。はい、こちらもね、あ、ゴミちゃんがちょろちょろしてくれてるわ。はい、これは、あ、そうやそうやそうや、これね、文鳥のね、はい、フィギュア。うちね、鳥文鳥飼いたいって言ってたんですけどね、なかなかちょっとね、鳴き声だったりとかで難しいということでね、はい、これ買ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。飾らせていただきますね。はい、他にはですね、なんだこれ、モコモコモコレット9っていう、このトイレのね、お菓子ということでね、はい、誰がなんかおもらしするんだよこれ。はい、あとはこれ、スチコグミってね、これもう大阪丸出しのね、新喜劇の、はい、お菓子とかだったり、あと、あ、これね、はい、これうんごみちゃん用にね、藤田うんごみっていうね、しかもこれカメレオンのね、これポーチなんですよ。これ手縫いでね、手作りで作ってくださいましてね、ほら、うんごみちゃんこれもらってきたで、あんたのやつ、またこれ使うか今度。はい、ということでこれね、大事に使わせていただきます。ありがとうございます。他にはですね、あ、これお酒、そうや、これ、あ、うんごみちゃんだ、もう脇の中に入ろうとしてる。はい、これね、明石のウイスキー、ホワイトオーク明石っていうね、これめちゃめちゃ渋い、はい、関西の方のね、明石市のね、はい、ウイスキーいただきました。これもまたね、ライブ配信とかで飲まさせていただきます。はい、大丈夫か、うんごみちゃん、もう完全に服の中に入ってしまったけど。はい、では続いて、はい、
こちらね、コバズコーヒーさんのね、これ限定のね、はい、アメフクラガエルの、はい、イラストのね、コーヒー。これね、今回買いに行こうと思ってたんですけどね、またしてもね、視聴者の方にいただきましてね、なんだかんだコバズコーヒーさんのやつね、もうそのいただき物で全部コンプリートしちゃってるっていうね。はい、まあいただきました。ありがとうございます。続いては、あ、これもね、お菓子類、あ、チーザだったりね、ピスタチオだったり、あ、ホルモンとかね、あとは、謎にこれ美容のパックの詰め合わせと、あー、ところでめっちゃ超鬼辛、超鬼殺しっていうね、激クソ辛い一味もいただきました。あとね、これも、そうですね、2回目、リピートということでね、これ食べるラー油明太子、これめちゃくちゃうまいんですよね。これ米に乗せてもうまいし、豆腐に乗せてもうまいということでね、はい、おかわりでいただきました。あ、あとはね、これ、お手紙類ですね。はい、可愛らしいお手紙2枚と、あとこれね、これも、藤田んごみ宛てにね、総合銀行口座、五つ葉銀行ということでね、これ中開けてみるとね、こんな感じになってて、ね、あ、ちゃんと、藤田んごみ様って書いてて、この中にね、はい、これもね、アマゾンギフトカードね、これ小学生の男の子がね、お小遣いからね、はたいてね、うんごみちゃんに使ってくれということでいただいたんでね、うんごみ、どこ行った？またこれはね、完全にうんごみちゃんにね、使わせていただこうと思います。ありがとうございます。って言ってたら、マジでうんごみちゃんがちょっと背中の方に行ってしまった。あんたにもいっぱいもらったで、今回。うんごみちゃん用に。え？はい。じゃあもうちょっとポッケに入っとくか？あ、モルディだけど。やっぱり。暗いところがええか？お、じゃあポッケに入っていきましたね。はい。はい、では続いてはですね、こちら。クッピーわらび餅っていうね、はい、なんかグミのやつとね、懐かしいやつ、なんか駄菓子のやつですね。あとはこれ、ヒコニャンのね、滋賀のね、はい、おかきいただきました。はい。では続いて、続いてこの紙袋ですね。これには、あ、これもね、はい、なんかエビのおかきだったりとか、あ、出たこれゴートミルクスターってなんかドラえもんみたいな言い方してもたけど、あ、これもね、ゴミちゃん用にね、はい、おやつで与えてくださいって言うと、ゴミ今回お前に貢ぎ物がいっぱいあるぞ。え？ということでまた今度食べさせてあるからな。はい、ヤギミルクのやついただきました。ちょっと下の方に行こうとしてる。はい、では続いてはこちら、あ、これね、ちょっとこれはゴミちゃん関係ないわ全然。これ中ね、見てみるとね、これ見てください。これね、フォロワーさんでね、木彫りでね、そのいろんな作品作ってらっしゃる方がいるんですけど、今回これね、結婚祝いということでね、ボールパイソンホワイトウェディングビアンカタンのね、木彫りのやつをね、手作りで作ってきてね、持ってきてくださったんですよ。この方ね、昔からね、僕インスタとかでね、あのカメレオンのね、彫刻のやつをね、見させていただいててね、ゴミが気になるな。そう、あの、そのカメレオンのやつがね、めちゃくちゃ素敵でね、ぜひね、ちょっと直接お話聞かせていただきたいなって思ってたんですけど、関西の方でね、ようやく今回ね、初めてお会いできました。はい、では続いては、あ、これもね、これもね、いつも関西のイベントになったらね、はい、遊びに来てくれるね、あの、女の子がいるんですけど、その子がね、パパにおねだりしてね、はい、2個、お揃いでね、買って僕に1個ね、はい、プレゼントしてくれました。はい、これお揃いということなんで、大事にさせていただきます。はい、では続いては、あ、これもね、うんごみ、またおめえに。おめえもめっちゃいただきもいただいとんぞ。これ、うんごみちゃん用にね、これ、いちごのマシュマロ。はい、これおやつですね。いちごのマシュマロだったり、フルーツボーロ。わー、かわいらしいやつ。はい、あと、ミルクボーンっていうね、おやつのセットをね、これ、うんごみちゃんに。あ、なんだ、見に来たんか？待って、今度ゆっくりあげるからな。モモンゴフードをね、いただきました。ありがとうございます。では、続いて、こんばんは。はい、今回もね、いただきましたよ。はい、この札幌黒ラベルのね、500ロング缶。はい、ありがとうございます。もう札幌はもう何本あってもいいですから。はい、いただきました。ありがとうございます。これは俺が一人で飲むから。それこう、うんごみちゃん関係ない、これは。な。はい、ということで、大きいのはもう以上かな。はい、では続いて、あ、こっち行きましょうかね。はい、こちらはですね、あ、これシルクワームのね、はい、詰め合わせパックと、あともう一個ね、はい、デュビア、はい、デュビアのセットね、ごめんなさい、虫大丈夫ですか？これ、うんごみちゃんちゃう。はい、デュビアのね、はい、2パックのこのセットいただきました。では、続いては、これもね、おかき、ももちゃんのおかきせんべい、ももちゃん、はい、ももんごみたいな名前ですけど、はい、これの、手羽先味、これ前回もね、いただいたんですけど、これめっちゃビールになってクソうまかったんでね、またこれバリバリ食わさせていただきます。ありがとうございます。あとですね、カールね、はい、もう今はね、関東には売ってないカールね、カールと、どん兵衛のね、これ、
細かいんですけどね、関西味なんですよ。若干ね、関西と関東のね、どん兵衛の味違くてね、そう、関西セットをね、はい、関西人からいただきました。はい、では続いてはですね、じゃあこの中に入ってるね、一番大変やったすごいやつ、おもみちゃんちょっと気をつけてな。じゃあ、あまりこっち来た感じ。はい、ここはですね、はい、まず一つ目こちらね、これね、近江、龍門、山田、錦、純米大吟醸ということでね、これちょっと開けましょう。オープン。あ、逆やった。これ、見てくれそうな、もめちゃん興味あんのこれ。はい、こちらね、めちゃくちゃなんか高そうなね、日本酒。最近僕ね、めっちゃ日本酒にハマってるということでね、これ、滋賀のね、日本酒。あ、どうじゃん、もめちゃん。過去一のテンションの流れっぷりやけど。はい、いただきました。これも配信でね、ちょっと飲まさせていただきます。はい、これ一つと、はい。こちらね、よう俺これ持って帰ってきたな。はい、こちらもね、日本酒、小泣純米、妖怪泣かせの、超辛口ということでね、はい、日本酒一升瓶、これ鳥取のね、はい、これ水木一郎先生のね、はい、小泣じじいのね、パッケージ、はい、書かれたね、ラベルの日本酒いただきました。これも飲まさせていただきます。続いてはアサヒスーパードライのね、あ、これ泡出るやつや、モコモコになるやつと、チャミスルとね、キウイサワーと枝豆のね、なぜか全部緑の緑セットをね、いただきました。緑一番好きなんでね、めっちゃありがたいです。はい、では続いては、あ、のみちゃん、ちょろ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 、はい、ということで、いただき物は以上ですかね。はい、ということで、ようやくここから購入品紹介させていただきたいと思います。はい、じゃあまずはね、こちらベーンということでね、こちらはですね、クリーパーのブースでね、購入させていただきました。クリーパーのね、最新号と、これディスカバリー亀大膳ということでね、はい、めちゃくちゃね、亀のことがぎっしり書かれてるね、これオールカラーのね、内容ぎっしりのね、専門書、はい、亀の方と、ディスカバリーヤモリ大図鑑トカゲモドキ編ということでね、はい、これもね、ヒョウモントカゲモドキだったりね、西アフリカトカゲモドキとかね、いろんなね、トカゲモドキがね、の情報がね、フルカラー、オールカラーでね、書かれてる。そう、これね、最近ね、クリーパーのね、この川添さんっていうね、この写真撮られてる方、最近ちょっとね、仲良くさせていただいてて、ね、この川添さんの写真ね、めちゃくちゃ上手でね、素敵なんでね、これはね、ちょっと勉強も込みでね、ちょっと見させていただこうということで、ね、購入させていただきました。あー、これでちょっとね、僕のね、知的な部分がね、ちょっと見え隠れしてしまいましたね。はい、では続いてはですね、はい、イエコの ML が1個、2個、3個、と、あとはですね、これ、二星のね、はい、コオロギ、二星コオロギが1パック。で、シルクワーム1個、2個、3個、ということでね、はい、これらはね、全部オリザさんの方でね、購入させていただきました。やっぱイベント2日目になるとね、餌を2つでね、800円とかになるのか、かなりね、お安くなってたのでね、はい、こちらまとめて、はい、購入させていただきました。あとはですね、これもね、はい、こちらコオロギね、はい、イエコの ML、 はい、これパッケージにも書いてます、これ寺真由里さんからね、はい、これ2個、めっちゃ入ってるっしょこれ、200ぐらい入ってんのかな、100で、これなんとね、最後ね、閉園後かお姉さん2人にね、はい、これ押し売りされました。はい、いやこれマジでそう、最後にね、こううろうろしてたらね、シャチとね、ハリネズミのお姉さん2人組にね、もう僕、おむつちゃんと二人で歩いてたらね、これ買ってくださいということでね、同じくね、まあ、閉店価格ということでね、これ普通に考えたらね、もっとね、2000円くらいするんですけど、半額のね、1000円でね、購入させていただきました。はい。ありがとうございます。はい。では、続いては、あ、もう見えてるんで出しちゃいましょうか。はい。これね、ワイルドモンスターさんで購入させていただきました、レプティさん 10.0 UVB。これはね、我が家の、そうですね、トゲワガマちゃんとかね、カメヨン用に、はい、1本購入してきました。では、続いては、はい。これ、みんな大好き、コバズコーヒーさんのね、これアクリルキーホルダー、前回僕ね、青舌ちゃんのやつね、購入させてもらったんですけど、今回はね、西アフリカトカゲモドキとこちらクレステッド月光2パターン購入させてもらいました。いや、やっぱこのガブさんのね、描くね、絵のタッチね、本当におしゃれでね、しかも特徴も捉えててね、めっちゃ可愛いんですよね。では続いては、はい、こちらはですね、これもね、はい、フグーズさん、先ほどね、デリチャー騒ぎさんのね、ブースで、はい、購入させていただきました。これカメレオンのね、 T シャツ、ここにエゴシカメレオンのね、まだちっちゃいベビーちゃんかな、バンドも出てないね、ベビーちゃん、若い個体のね、黒の T シャツ、はい、1枚購入させていただきました。はい、こっからちょっとね、 T シャツコレクションが始まります。はい、続いてはこちら、グラフィックデザイナーのね、山本直樹さんが出されてるね、これカメレオンの T シャツなんですよ。
これね、見てください。これね、いろんな種類のね、カメレオンがね、シルエットでバーって描いてるんですけど、これ皆さん気づきました？このトリック、これ実はね、真ん中の方にね、うっすらこれ、ここにね、エボシカメレオンがね、騙し絵で写ってるの分かります？ここ、これ僕ね、その山本直樹さんにね、言われるまで気づかなかったんですけど、ここがエボシの部分ですね。こうシューって出ててね、顔で、このエボシのトサカの部分で、これ足ですね、足で尻尾になってるっていうね、なんともおしゃれなね、騙し絵風 T シャツということで、ね、こちら、はい、でカラーリングもね、めちゃくちゃ好きなんですよ。今回黄緑多めやな、ほんまに一番好きな色なんでね、夏これからガンガンダボっと着させていただきますっていう話をしてたらね、山本直樹さんと話してたらね、お知り合いのね、カメレオン界のね、おじさまがですね、もう一枚こちらね、はい、そのおじさまがですね、結婚祝いにということでね、黒バージョンのね、方をね、こちらいただ、これいただきました。ありがとうございます、本当に。こっちはね、黒の字のボディにね、このピンクのプリントということでね、これ今回の新作ということでね、若干ね、さっきの方とね、このプリントのね、その塗料が違うんですよね。なのでね、ちょっと若干発色の雰囲気もね、また別のね、こちらはね、いただきました。ありがとうございます。大事に着させていただきます。では、続いては、あ、もうこれね、黒の時点で、はい、何かお察しの方多いかと思います。はい、こちらはですね、はい、これね、ラビーンさんのね、レオパ T シャツですね。これ可愛いでしょ。これ本当にね、今回ね、イベントお子様が多くてね、みんなね、これ買ったり、これ着ててね、ちょっと普通に可愛いなと思って、これちょっとね、皆さんお子様とお揃いでちょっと買おうということでね、こちら黒のね、ビッグサイズなんですね、1枚購入させていただきました。このいろんな種類のね、この可愛いポテッとしたね、レオパちゃんたちのデザインの T シャツ。はい、これもね、はい、今年の夏ガンガン着させていただこうと思います。はい、ということで以上でございます。めちゃくちゃ今回ね、重量で言うとね、過去最大級のね、重たさだったんではないでしょうか。よく俺持って帰ってこれたなっていうね、買ったのは本当にね、なぜか T シャツを4枚買ってくるというね、アパレル界になりましたね。最近のね、この爬虫類の T シャツね、すごい可愛いデザインとかね、おしゃれなデザインとか増えてね、もう街着とかでも全然着やすくなったのでね、また皆さんね、イベントに見に行った際はね、気に入った1枚見つけてみてはいかがでしょうか。はい、それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。はい、じゃあもみちゃん最後にな、みんなにバイバイしような。お土産もいっぱいもらってありがとうて。はい、じゃあありがとう。バイバーイ。じゃあ戻ろうか。